皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。そして今平プロです。よろしくお願いします。はい、今回は今平プロにアプローチを教えていただきたいと思います。はい、最初に、プロに打っていただいて、その後私たちが打ってみて、でその後アドバイスをいただくという流れでやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これは60度ですね。アプローチはだいたい60度で打つんで、60度、はい、だいたいアプローチ練習するときは、はい、上りのラインを練習します。上りのライン、はい、はい、そういう近い距離だったり、うん、ちょっとエッジから距離があったりとか、はい、その2通りを練習します。はい、はい、わかりました。じゃあ打ってみます。はい、どんなイメージでそれが打ってるんですか？なんか上げるとか。まあこの場合はちょっと上りなので、はい、ちょっと低めに出して、うんうんうん、で上りで勢いで止まるので、まあ、そんなに難しくはないと思います。はい、でこういう距離があるところは、まあ、僕は60度で打つんですけど、はい、まあ、でもあのアマチュアの方だったら52度とか、うん、ピッチングとかでも転がせるので、まあ、そういうクラブで打ってもいいかもしれないです。なるほど。60度1本なんですね。僕はそうです。なるほど。はい、私はいつも58を、はい、使うんですけど、打ち方は悪くないです。悪くない。なんですけど、もうスタンスをもう少し、うん、あの靴一足分ぐらい狭めると思って。これぐらいですか？はい、スタンス広いと飛びすぎたりとかすることがあるかもしれない。うんうんうん、なるほど。スタンス狭いと飛ばちょっと飛距離飛ばなくなるんで。わかりました。短い距離はスタンス狭い。狭くして、はい、もうちょっと。もうナイス。いいですね。まあ、体がこう広いとやっぱこうやって動いちゃうのかな。なんですけど、なんかこうくるって回れる感じがすごいあるので。ミスしなそうな感じはします。ありがとうございます。私58で、あ、ちょっとこうもうちょっとフォローで、はい、フィニッシュじゃないです。この位置でピタッて止まる感じの方がいい。止まる感じ。ルーズみたいな、ルーズになるみたいな。最後の位置を決めて、ピッて止まった方がもっと安定するかもしれない。そうです。こっちの方が。おお。あ。ちょっとしゃくっちゃう感じあります。ちょっとこうなるじゃないですか。はい、フォローでこうなるのを左手の甲を出していくようなイメージ。なるべくこう出していくような、前に出していくような。返しちゃってる。そうです。そっちの方がいいと思います。うん、おお。ちょっとこう上がっていっちゃうんで、うん、なるべくこう出す。はい。最近あんま自分のゴルフについてあんま考えたことがなかったので、ちょっと頑張りたいと思います。気をつけて。距離の長いアプローチを見てみましょうか。距離の長いアプローチ、はい、ちなみにあの青木さんは動画内で青木アプローチ順っていうのがついてるんですけど、ボーケーのしかもダイナミックボーケーすぐ広げちゃうね。またね、閉じて
ールの位置とか、うん、打ち方とかすごくいいんで、うん、お本当にスタンスだけだと思います。スタンスがちょっと広いのを直せば、はい、すごく綺麗な打ち方だと思います。わかりました。多分いつもはこれぐらい開いて、それだとなんか50ヤードぐらい打つような感じです。でもうまいですうまい、出ました、うまい。あ、閉じた方がでも見た目は綺麗ですね。そうですよね。これぐらい距離があれば、うん、広くてもいいかもしれないですけど、本当に15ヤードとか10ヤードぐらいのアプローチだったら狭い方がいい。そうですね、うん、ちょっと出しちゃったけど、そっちは打ちやすそうですね。そうですね。徐々に狭くして慣れていけばいいと思います。そうですね。やってたらなんか打てるようになりそうです、このままでも。いいですね。なんか何気に両方マスターしてますねどっちもいける感じ、ちょっと使うもうん、使おうとして。狭いときの方が取れないね。広いとこ突っ込んでる。広いとこうやってる時もあるんだけど、狭いとそれな、うん、ないからなんかシンプルに打てそうな感じがします。うまそうです。うまそうですか。見た目が、見た目大事なんで、プランチでいきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあゆうちゃんいきましょう。はい。なんか長く持ちすぎじゃないですか、アプローチにしては。本当ですか。もうあとそれぐらいの方が、確かに確かに、もっとこう感覚使えると思う。短めに、うん、もうちょい短くてもいいです。やっぱ上げちゃう。なんか癖なのか。手の位置ももうちょっと前です。それぐらい前、ハンドファースト、ハンドファースト、こっちの方が前に出てくれる。いいいいいい、確かに。手がこっちちょっと真ん中に来てるとこうなりやすいんで、うん、前で、そうですね。そうすれば前に来る。ちょっと本当今あんまり自分のこと考えたことなかったから人に言ってることでも自分ができてないのめっちゃ多い。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。パターですか。ロングパットが特に、あ、全部無理、苦手あんなにこの間パター入れといて、なんだろう、打てる感じがいつもしないんですよ。なんか どこ見たらいいのかなみたいな。私ボール真ん中にあるのかな、なんかこっちにあるかなとか、なんかよくわかんなくて、正しい位置が、なんかいつもまあいいやと思って打ってるんですけど、パターラインと関係なく、なんか構えた時にこれ合ってるのかなみたいなのはすごいいつも悩む。ボールの位置ですか。ボールの位置、特にボールの位置は、まあ、人にもよりますけど、うんうん、大体なんか左目の下って、左目の下、どのタイミングでその不安がよぎるのか。いや、もうここですよね。もうずっと、あ、なんかいいのかなみたいな、左かな、まあ寄ったからいいかなみたいな感じになっちゃうんですけど、はい、でもちょっとあれですか、振りが早いかもしれない。あ、振りが早いのか。もうちょっとこうヘッドの重みを感じながら振ってもいいかもしれないですね。そうですね。そうすると安定すると思います。なるほど。手でこうちょっと早く打っちゃうと、はい、あんまり距離感合わないな。手打ち感はあります。グリップを、まあ、10だとしたら4ぐらい、はい、4ぐらいで、なんかボールを転がすような、手で転がすしていくような感覚で、はい、そっちの方がなんか転がりが良くなります。確かに。それで振り幅を大きくしていくという話で、今みたいなスピードの方が、うん、どんな時でも距離感が合いやすいと思います。
初めての感覚。本当だ。すごい。さっきは左目の下見かけ。これどうやって左目の下か。こっちから見た時のこれ。目から落として。ああ、今ここです。ここから。あ、場所はじゃあまあなんか真ん中よりも左にある中はあるんですけど、じゃあそれでいいってことですね。あ、もうちょっと手の力を抜いて抜けば自然に多分ゆっくりになると思う。強いと手で打ってますね。え、ショートパッドもですか。ショートパッドも一緒です。多分なんか方向性が気になっちゃってこれをしっかりグッてやってた。絶対まっすぐみたいな。ふわっとね。はい、ありがとうございます。パッド結構すでに迷子なんであんま考えてないことが多いんですよね。頭動いてます。ちょっと動きますね。フォロー側でちょっと左に体重乗せるといいかもしれない。気持ちいい。いつもより今わかんない。動いてなかった。動かさないとか意識しなくてもいいです。左に乗るだけです。乗るだけです。うん、最初より全然。めっちゃいいこと聞いちゃった。もしかしたら。顔が。うん、かがんでます。めっちゃ。あ、上がった方がいい。上げた方がいいですか。上げた方がもっとフォロー側が窮屈じゃなくなると思うので。最初に下向きすぎて邪魔な分こうどいてるんじゃないかっていう可能性もあるようなんですけど、あ、向きちょっと違います。入ればいいですか。パターは力関係ないです。入ればあんま悩まない方がいいってことですね。悩むのが良くないです。入る日もあれば入れない日もある。そうレッスンありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうでしたか私たちのアプローチとパター。いや、まあでも元々は上手いんで、まあ、そんな教えるところはなかったんですけど、はい、まあ、でもそういうちょっとしたところを直せば、うん、もっと上手くなるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。ゆうちゃんどうでしたか。結構普段人に言ってることができてないことが多いんだなちょっと思いました。でも貴重な体験ですよね。本当になんか私も細かいことをいつも気にしないでやっちゃってたので、まあ、もうちょっとなんか足の幅だったりとか手のこうグリップ圧とかも気にして、まあ、今後こうスコアアップにつなげていければいいなと思いました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。